今回は空中のタブーに触れていくのだ。実際のところクレイドルに何人乗れるの問題。野暮だと思いつつも好奇心は抑えられない。何者も我らを捉え止められぬのだ。マジェスティ。ということでクレイドルの居住可能人数を概算してみるのだ。設定上は800万から2000万人乗っていることになっているけど、これ6機に日本の人口が乗るとは思えないのだ。計算の概要を説明します。カルキュレーションオブジェクティブはクレイドル。まず1世帯4人で50平米。これはポセイ労働省が示している基準面積基準における最低基準面積基準のに等しいので、これを前提とするのだ。単位換算すると1平方キロメーターあたり8万人。日本で最も人口密度の高い東京都豊島区で1平方キロメーターあたり2万1530人だから、この4倍なのだ。まあ詰めれば入るんじゃないかな。サイズは設定で決まってるところはそれを使って、わからないところは全長からの比で求めたのだ。階あたりの高さはざっくり 2.5 メーターで16階構造。本当は断面が横型だけど直方体とするのだ。いいか、俺は面倒が嫌いなんだ。設定通り本体部分は無視して居住区のみ考慮するのだ。面倒は嫌いなんだ。あと剣山はお任せするのだ。俺は面倒が嫌いだと言っただろう。前提をまとめるとこんな感じ。間違いがあったら字幕で修正するのだ。長々前提を話したのもダブルチェックしてほしいから。あとは頼んだぞレイブン。結論、多すぎる、修正が必要だ。400万人くらいで2000万人ってことはなさそう。数百万オーダーで設定との大きな会議はないのだ。じゃあなんでオールドキングは間違えたのかを考察するのだ。すまねえな。一つはクレイドル03の括りを間違えた説。この空域を飛行する武器1組の編隊をまとめてクレイドル03と呼んでいて、さっきのガバガバ計算が1機あたり400万人、5機で2000万だから1機と1編隊を間違えた可能性があるのだ。クレイドル03防衛のブリーフィングではちゃんと合わせて数千万って言われてるのだ。もう一つの可能性はクレイドルの編隊自体を間違えた説。画像のように編隊によって居住区のセクション数が違うのだ。増設しまくって一気に1000万のクレイドルもあるのかも。ゲーム内のクレイドルが設定より小さいのではって意見があったので、ついでに検証するのだ。検証は2通りで行ったのだ。全長測るのは大変だから、どっちの方法も居住区部分だけを測定して全長を逆算したのだ。一つは一定速度で OB して通過時間からサイズを出す方法。もう一つは AC のサイズを 12M と仮置きして肩幅をひげ出して肩幅物差しでクレイドルを実測する方法。この方法だと AC とクレイドルのスケールが同じかどうかも確認できるのだ。 AC の肩幅は大きければ大きいほどいいし、腰は細いほど。結果発表、設定の全長 4km プラスマイナス1割くらいで、前提を仮置きしたことと測定誤差を考えると設定通りの大きさだと言えるのだ。いろいろと話したけど、作中のクレイドルのサイズは正しくて、オールドキングはうっかりさんだってことが伝われば満足なのだ。おまけ、フラジールに人が登場できるのかってのもついでに検証。さっきと同様にフラジールは12メーターとするのだ。右下にいるのはフラジールにスケールを合わせた僕。かわいすぎるのだ。早速コアに打ち込むのだ。こんな感じ。多分頑張れば成人男性も入るのだ。まあ敵の攻撃でコアが少しでも歪んだら一瞬で踏んだ状態なんだけど。あと乗っているウトが鳩の形をしているとは限らないのだ。ここまでのご視聴感謝なのだ。なのだ。